すいません、あとこれクルーの皆さんで食べてください。はい、皆さんこちらガールデスクで、本日はですね、私が先日 TikTok にこのような動画を投稿いたしました。タイトルはですね、 CA さんにプレゼントを渡したらまさかの展開にというですね、こちらの動画なんですけども、今回ですね、こちらの動画が軽くバズりですね、今現在で17万9000再生ということで、私ねこういった動画投稿活動を始めて初のですね、バズり動画ということでございます。本当に皆様ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、こちらの動画にもある通りですね、なぜ私が CA さんにプレゼントを渡したのか、その経緯の説明と、今回こちらのね、TikTok のコメント欄ね、結構多数のコメントが寄せられてまして、このコメントをですね、こちらの YouTube の動画を通して返していきたいなと思いますね。この動画のまんまだと、まさに私がですね、ただ単に CA さんにナンパしてるように見られてしまいますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう、レッツゴですね、私の TikTok アカウントでね、軽くバズってるね、 CA さんにプレゼントを渡した動画なんですけども、元ネタはこちらでございます。じゃん。はい、今回はですね、こちらの ANA のファーストクラスザ・スイートのレビュー動画からですね、切り抜いた動画でございます。そう、今回こちらの動画でどういった経緯でね、 CA さんにプレゼントを渡してるかと言いますと、今回ねこの動画を撮ったのが2年前と話になります。 ANA がですね、新しいファーストクラスザ・スイートというですね、こちらのね機材を導入した時の話でございます。この機材が導入されたので、この ANA のファーストクラスザ・スイートのレビュー動画を私は撮りました。この時に私が疑問に思ったのは、通常ですね、我々お客さんから CA さんに何かプレゼントを渡す時に、 CA さんは絶対に断らなければいけません。それは安全上の理由ですね。ですが例外としてですね、ファーストクラスのお客様は受け取ってもいいといった都市伝説を私は聞いたことがあったんですよ。なのでこういったファーストクラスにせっかく乗るのであれば、都市伝説であるファーストクラスのお客様のプレゼントは例外として受け取ってもいいというですね、こちらの検証動画も兼ねておりました。なのでこちらの動画でCA さんに実際にプレゼントを渡してみてどうなるのかっていうのをですね、切り抜いて TikTok に上げたらバズったという経緯でございます。はい、なのでこれを知らないでですね、こちらの TikTok 動画だけを見た人は、ただ単にカオルが CA さんにナンパしてる動画に見えたと思います。はい、実はこういった経緯がありましたよということでございます。はい、ということで今回その TikTok のですね、動画のコメントですね、こちらをねちょっと見ていきたいなと思います。はい、コロナ禍だし普通に迷惑になっちゃいそう、あげるなら食べ物以外とかが良さそう。そう、これねコロナ前なんですよ実際。そう、実際は陰性証明書も帰国後の隔離もないギリギリコロナ前だったんですよね。はい、なのでコロナ前でもまあ受け取れませんでしたよという形でございますね。食べ物は国際線では受け取りませんよ。まあ国内線でも受け取れないと思いますけどね。まあ国際線国内線の話じゃないと思うんですが、その辺どうなんでしょうね。でもね、中にはね受け取ってくれたっていう人もいるので、ここはね結構曖昧なのかもしれないですね。忙しい仕事中このやり取りを一時するのがめんどくさいから何も持ってきてほしくない。この人は CA さんなのかな。まあ CA さんだったらまあそうすいませんでしたって形なんですけどね。多分CA さんじゃないと思います。はい。これを受け取っちゃうと撮影されてるから後々社内調査が入り、最終的に CA に迷惑がかかるから本当に好きなら避けた方がいいかな。ちなみにナンパの方法は別の方法がよく聞きます。そう、やっぱりね、私ただ単にナンパされてると思ってるね。はい、そうではなくて、検証動画だったんですよということでございます。ただね、今回ね、この方が言ってる通りね、最終的にね、まあ、カメラ回ってるとね、最終的にね、調査が入って CA さんにね、迷惑かかっちゃうこともあるので、まあ、確かにね、カメラ回しながら渡すのはあんまり良くなかったのかもしれないですね。もうこの日本な感じが無理すぎる。まあね、この日系企業特有のね、もうルールは絶対みたいなところがありますからね。これね、やっぱりね、外資系とかだとまたちょっと違ってくると思いますね。外資系だとね、結構ね、もらってくれる率はやっぱ高くなりますね。そう、結構ね、もうその CA さんが SNS やってたりとか、そういう風に結構ね、結構自由な感じが外資系の航空会社にありますので、まあ日系企業はね、その辺はまあシビアでしょうね。はい。だから俺はいつもサンクスメッセージを来る全員分書いてる。すごいっすね。あ、その手があったかという形ですよね。結構サンクスメッセージとかって結構ご登場ありがとうございますみたいなメッセージってもらうことの方が多いじゃないですか。けど我々お客さんがクルーにあげるって、その発想はなかったわ。確かにそれは面白いかもしれないですね。それはやってみる価値があると思います。ちなみに今回私もこのファーストクラスに乗った時に、サンクスメッセージをもらいました。こちらでございます。はい、じゃじゃん。こんな形でね、綺麗なすごい可愛い紙にね書いてくれましてね、こういったねメッセージ付きでね書いてくれました。はい、結構こだわりの強いねサンクスメッセージですよね。そうですよね。逆にこれをもらうんじゃなくて自分が書いてあげるっていうのもまあありですよね。で、このコメントの方はね、なかなかいいアイディアかなと思います。ナイスアイディア。ショーアップしたら毎回 CA さんにお菓子渡してます。そう、こういう人もね結構いるんですよ。だから毎回渡してる方っていうのはどういった経緯で受け取ってくれてるのかなってすごい不思議なんですよね。国際線ではダメで国内線は受け取ってくれるみたいなルールがあるのかもしれないですね。まあもしかしたら CA とかチーフパーサーの独断と偏見かもしれないですし、
なのでこの辺のルールはね結構謎なんですよね。皆さんはどうですか？皆さんは何か CA さんに物を渡したことで受け取ってくれたり断られたっていうことはありますか？もしよかったらねコメント欄で書いてください。ファーストの時 CA さんに朝日新聞を頼んだらアサリパスタが出てきたのが思い出すごいですね。逆にアサリパスタよく用意できましたね。すごいですね。アサリパスタってファーストでもなかなかなくないですか？アサリパスタ、へえ、なんかカルボナーラとかね、なんかペペロンチーノとかなんかミートスパゲティとかね、その辺ならわかりますけどね、わざわざね機内にアサリを持ち込んできてアサリパスタができたんですね。すごいですね。逆にすげえと思いました。もうこれ読んで、すごいね。朝日新聞とアサリパスタを間違えるあたりもねなかなか面白いですけどね。ANA のキャビンアテンダント最高。ANA さんのねあの対応は本当に素晴らしかったですね。もちろんね他の航空会社のキャビンアテンダントさんも最高ですけども、ANA さんはね特に素晴らしい接客だと思います。はい。断られても丁寧な対応ですごく嬉しくなる。まあもちろんでございますね。まあ僕もね、あの断られるって分かってやってますし、まあ結構ね、僕もですね、ちょっとね、あの検証結果ということでね、こちらの都合でね、ちょっと CA さんに付き合わせてしまったところもありますので、まあそこはね、少し真摯にね、対応させていただきたいなと思いまして、今回はね、私のちょっと動画の検証にお付き合いしていただいたという形でございますね。本当に ANA さん、本当にいつもありがとうございます。本当にいつもお世話になっております。はい。仕事の邪魔しないように、ああまあね、まあ確かに仕事の邪魔になってるかって言ったら、まあ仕事の邪魔、厳密にはしてるんでしょうけど、ただ私の考えとしては、こういった面倒くさいお客様も含めて僕お仕事だと思うんですよね。例えば普通ね普段の仕事をしてる方でもそうだと思うんですけども、やっぱりクレーマーっているじゃないですか。でも僕ビジネスにおいてクレーマーも含めてお客さんだと思ってるんですよ。そう、例えばこの YouTube だってそうです。この YouTube もアンチコメントや批判コメントも込みで僕は視聴者様だと思ってます。そう、それと一緒でこういう風にね面倒くさいお客様って結構他にもいっぱいいると思うんですよ。ただこういった面倒くさいお客様も含めて僕はお仕事だと思ってるんですよね。なので僕は仕事の邪魔というよりかはちゃんと CA さんは仕事を遂行してくれたというふうに僕は考えております。なので邪魔って言えば、まあ厳密に言えば邪魔なのかもしれないですけども、まあちゃんと対応していただいたというふうに僕は認識でございます。はい。なのでね、もちろんね迷惑なことはしちゃいけないですけども、ただねあのしっかりとした対応してくださって本当にありがとうございますという形でございます。ということでいかがだったでしょうか。今回の動画をですね、以前ね紹介したこちらのザ・スイートの検証動画の部分を切り取って TikTok にアップロードしたら軽くバズりましたよということと、このね TikTok のコメントを YouTube で返してみましたということでございました。ということで今回私がですね、こちらのザ・スイート ANA のファーストクラスになぜ乗れたのかと言いますと、もちろんマイルの特典航空券でございます。じゃあその特典航空券でファーストクラスに変えられる分のマイルをどうやって貯めたのか、それがこちらのエポスプラチナカードでございます。こちらのファーストクラスは全部エポスポイントで乗ることができました。そういったねエポスカードをうまく活用してマイルを貯める方法だったりとか、こちらのエポスプラチナカードのお得な情報などを配信しておりますので、ぜひねこの動画が面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント欄、グッド評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。